このところ大津さんのその詐欺破産罪について解説したんですけども、なんかですね、ちょっとよくよくまあ調べてみると、今回の詐欺破産罪以外でも、公職選挙法違反の行為がまあ都知事選の時にあったんじゃないかという話がありましたので、本日はそれを解説していこうと思ってます。私ですね、この公職選挙法、うん、見えますかね、頑張って結構分厚い条文なんですけど調べてまいりましたので、解説ぜひ聞いてください、はい、じゃあ早速開いてください、はいはい。問題になる行為なんですけども、問題になる行為はこちらになります。今年の6月22日、新宿にて、ポスター掲示板ジャックに、反対する、署名運動を大津さんを含めた数名が行ったという、行動になります。で、これですね、まあ論点いろいろあるんですが、一応ですね、公職選挙法上問題となりうる、類型として、3つございます。1つ目、201条の9というやつなんですが、政治活動の規制っていう、まあ条文があります。まあ、これ簡単に言うとですね、まあ選挙やってるところでは、まあ選挙期間中は、他の、まあ、政治活動は、まあ、ちょっと遠慮してくださいよっていうような規定です。まあ、簡単に言うと、その、まあ、都知事選をやってる間は、まあ、都内で選挙期間中においては、まあ、他の政治活動は、まあ、一定の制限を受けますよっていう規定です。うん、でこれまあ100万以下の罰金という罰金刑が定められています。で今回この行為が、まあ、この条文に該当するかどうかというところとしては、まあ、この団体と言えるかっていうところがポイントになってきます。これはですね、政治活動の規制は団体に対して行っているという条文で、これが、すなわちその民粛党ですよね。民粛党の行った政治活動と言えるかどうかっていうのが問題になります。で、一応ですね、主催者と言われる、まあ、岩井さんという方ですかね、がいらっしゃって、で岩井さんも、自らが主催した別の団体で、やっていることで、まあ、大津さんはそれに加わったにすぎませんと、うん、で署名のそのビラも一応その団体の名前では出ています。ただ大津さんこれね、民粛党の党首でもあるので、まあビラにその名前がないから、まあ関係ないですよというふうには言わなくて、まあ場合によってはその民粛党の党首として、まあ別の団体と、合同で、民粛党がやったという解釈もあり得るところになりますが、まあ一応この条文に当たるかどうかという点に関しては、今僕が申し上げたような論点があります。2つ目、235条2項ってやつで、虚偽実行の公表っていうのがあります。まあ、これは簡単に言うとですね、まあ虚偽実行をはじめとして、まあ、特定の候補者を貶めるようなことを言っちゃうと、まあ、有権者の、適正な判断ができなくなるので、そういったことを公表しちゃダメですよっていう条文がこれになります。でこれは結構重くて、4年以下の懲役または禁錮もしくは100万以下の罰金ということなんですが、まあ今回の行為これに当たるかどうかというところ、まあ論点としてはですね、まあ事実を歪めたと言えるかどうかというところですね。まあ一応そのビラ自体、まあ私も、見たんですが、まあ、うん、まあまあちょっと言い過ぎじゃないですかというような評価ができる部分というのは確かにありました。うん、ただ難しいのが、事実を歪めたかどうかっていうのはやっぱり多分にその、評価的な判断を含んでるんですよね。例えばその小池さんのあのカイロ大学疑惑みたいに、こう上にこう歪めるやつってっていうのだと結構分かりやすい、卒業しないのが卒業したことになったとかっていうのは分かりやすいんですけど、今回はちょっとポスタージャックについてのまあ論評という要素で、まあちょっと結構、うん、これに当たるかどうかっていうのは、まあ割と、うん、簡単な判断ではないかなと
というところで、この条文に関してはこの論点があります。で、3つ目なんですが、最後ですね、138条の2、署名活動の禁止っていう条文があります。これは何かというと、まあその署名活動を求めるのって、まあそもそもこう有権者に対して迷惑だよね、まあ義務がないわけですよね。うん、まああとそのやっぱり署名活動を求めること自体、やっぱりその適正な投票行動、まあ自由意思のところに影響を与えうる行為じゃないかっていうことで禁止されている。うん、っていう条文になって、まあ、これは1年以下の禁錮または30万以下の罰金ということで、まあ、これもちょっと比較的軽めのものにはなります。で、今回の行為、この条文に該当するかどうかというところの論点なんですが、なしと、まあ、一応ハテナつけてますが、ちょっとこれについてはですね、まあ今回の行為と私が条文解釈を調べた範囲では今まで出てこなかった事情がなければ、まあ、これには、該当おそらくするんじゃないかなということで、今回の私の結論としてはこの、署名活動の禁止、の罪に該当する可能性はかなり高いんではないかという判断になりました。法律のね、罪名に該当するかどうかっていう話ももちろん大事なんですけど、ね、それより大事な問題としては、まあ毎回言ってますけど、じゃあそれが犯罪になりうるとして、それをもとに、警察、検察が動く可能性、いわゆる逮捕起訴の可能性はどれぐらいあるんですかっていうところが一番大事なんですよね。で、これに関して私の見解としてはとこちらになります。単独での可能性はほぼないですが、法律上の余罪には該当するんじゃないんですかという結論です。で、まあ小池さんのね、もろもろの疑惑とか、まあ蓮舫さんの、事前運動とか、いろいろありましたけど、まあ、選挙が終わっても今のところまあ警察が動いている様子ってあんまりないですよね。で、これ僕もどうかと思うんですけど、やっぱり犯罪によって警察検察が動きやすい犯罪とそうじゃない犯罪ってやっぱりあって、まあ、例えば一番わかりやすいのだと、まあ、殺人とか傷害とか強盗とか、まあ、いわゆる粗暴犯ですよね。これはやっぱりわかりやすいということもあるし、非常に重大な犯罪だっていうこともあって、まあ、検察は動きやすいです。うん。対して、今回のような、まあ、公職選挙法違反とか、のような行政犯とか、あとはその、私文書偽造とか、うん。っていう類のものについては、まあ、すぐ動く場合ももちろんあるんですけど、なかなか動かないというところもあるので、まあ、今回もこれ単独で動くことはまあほとんどないでしょうということにはなります。うん、ただ、この法律上の余罪に該当するっていうところが一つ、まあ、ポイントにはなっていて、余罪に該当するということは、まあ本罪、これまで解説している詐欺破産罪ですよね。うん、ここに関しての、逮捕起訴の可能性という意味では別の余罪があるということは加点ポイントになります。で、まあどれぐらいかっていうのをまあ数値化するの難しいんですけども、まあ非常にざっくり言ってしまうと、まあ前回の僕の解説動画に加えて、まあプラス一応 5% ぐらい、うん、これで可能性が上がったと。いうふうに、理解していただけると、まあ、分かりやすいのではないかなというふうに思いました。